川魅力再発見那覇町ファンクラブ。この番組は那覇町は連携プロジェクトの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。2017年6月16日那覇町ファンクラブが始まりました。オレンジ版と呼ばれる萩原雄三です。いきなりの謝罪なんですが、オレンジ版先週冒頭の日付を2016年と言い切ってしまいました。番組を YouTube で見た聞いたペンネームテルボーさんから1年前の収録かと思ったというご指導をいただきました。すいません。逆に本日2018年って言っちゃおうかななんて思ったんですけれども、怒られそうなのでやめました。この放送はラジオでは那覇近辺の FM ラジオ 78.0、FM 那覇のホームページからユーストリームとツイキャストで、ツイキャスで映像付きで聞けます。そして YouTube でも全国全世界に発信しておりますので、ぜひお聞きください。今日もよろしくお願いします。那覇町宝箱。このコーナーは商店街にある個性あふれる専門店を紹介するコーナーです。アルゼンチン生まれのウチナーンチュ、アメリアが熱烈に応援する本日のお店はどちらでしょう。アメリア、町先案内をお願いします。こんにちは、オレンジマン。はい、雨降ってますね。降ってますね。梅雨の終わり、最後長いですね。でしょうか ね。この前中休みだったみたいですね。もう明けたかと思ったんですね。はい、今日はその雨に負けない、はい、雨に負けない、はい、光ってるお店をご紹介したいと思います。はい、ぜひぜひ。あ、今日映ってませんわね。はい、そうですね。本日のゲストは石原翔一郎さんです。翔一郎さん、はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてと、自己紹介させていただきたいんですけれども、はい、大丈夫でしょうか。あ、はい、じゃあ自己紹介ですね。はい、私は石原翔一郎と言います。はい、那覇の平和通りの中の方でですね、工芸品、焼き物などのお店をやっております。場所はですね、どちらになります。あの八軒通りっていうんですけれども、はい、ご存知の方いますかね。あの平和通りの、結構奥の方まで行きまして、あの桜坂まで行く手前ぐらいからですね、はい、あの平和通りからあの市場通りの方に抜ける小道がございまして、はい、そこで八軒通りというふうに言うんですけども、はいはい、そのあの真ん中のあたりで、あのお店をやっております。はい、八軒通り、ちょうど平和通りから曲がって角に昔からある帽子屋さんが あるところですか。あ、そうですね。帽子屋さんと、あの、まあ、礼服屋さんになってるところの、はいはい、あの間にあの道がありますので、そちらですね。わかりました。じゃあ皆さん、それを目指して、八軒通りのレキアンカラード。あ、そうです。お店の名前がまずですけれども、はい、そのレキアンカラードというお店の由来は。あ、はい、ですね、まあ、扱っているその品物も沖縄のいろんな作家さん、工芸作家さんのですね、あのものを扱っているんですけれども、沖縄のこの色をしたものをあの、はい、集めたいということで、あのレキアンカラード、うん、あの歴を、沖縄の歴をですね、これをちょっとまあもじってレキアンにして、はい、まあ、カラードはあの色のついたものという意味なので、はい、沖縄の色のついたもの、はい、ただあの本当に言うと、あの、はい、歴用の、あの、うんうん、になんていうんですかね、複数形みたいな感じの、ものがあって、本当は歴用数なんですね。はい、あの歴案は本当はあの違うんですけれども、はい、あのまあ、自分 の, あのなんて 音の感じが良かったのと、はい、あと、まあ、あの昔ながら その歴用のものだけではなくて、うんうんうん、今 その感覚のものとかちょっと違ったものとかもどんどん入ってきていると思うので、はい、そういったものも含めて、あの沖縄のものをベースにしてちょっと違う、でも沖縄の色が入ったものっていうことで、お店の名前にしました。そうですか。すごく、かわいい工芸品とかちっちゃい置物とかたくさんあるお店なんですけれども、石原さんはそれを全部自分で
作っているんでしょうか。あ、自分でも作っているんですけれども、はい、ほとんどのものをというまあ、それは沖縄のいろんな工房さんですね。例えば那覇だったら壺屋だったり、はい、読谷の方も焼き物盛んですけれども、そちらとか、あと南城市、それから名護大宜味村とかですね、はい、いろんな、ところに沖縄焼き物を盛んでですね、工房さんいらっしゃるんですが、そちらを回って集めてきています。それ、はい、それとまあ、おまけみたいな感じで自分が作っているものも少し置いております。はい、じゃあ、これは置かれている、かわいい工芸品は全部石原さんセレクトのものですか。そうですね、セレクトして、はい、いろいろと選ばせてもらってですね、はい、お店に並べております。じゃあそういうセレクトするにあたり何かを基準としてあります？それと、作っている方もともとからの知り合いだったりそういうことでしょうか。そうですね、もともとのその知り合いといいますか、その方にお願いしているものだったり、うんうんうん、あとまあ割と最近出会った方とかも、はい、まあ、沖縄らしいものというか、あとまあ結構自分の好みで選んできてはいるので、うんうん、沖縄らしいな、面白いなと思ったもの、ちょっとワクワクするなと思ったものとかを探してきております。じゃあひょっとしたらそのレキアンカラードというお店に行きましたら、もうここにしかないようなものも見つかるかもしれませんね。そうですね、あまり大通りの大きいお店さんとかにも並んでなさそうなのをできるだけ探して、はい、集めたりしてますので、はい、意外とこれ面白いな、いいなと思って聞いてみると、うんうんうん、意外とこれ他のお店には出してないよっていう、方とかも、はい、そういったものとかも選んできてますので、ぜひ見に来ていただきたいなと思います。すごく可愛いお店で、ホームページもね、Facebook やらいろいろと出てるんですけれども、すっごくほとんど違うところで見たことのない可愛い、アクセサリーだったりとか、特に女性が好きそうな、ね、そうですね、女性の方喜んで、はい、いただいてます。レキアンカラードっていうお店はどのぐらい前からその発見通りにあります？はい、お店をオープンしたのは2014年の2月なので、今3年半にもうすぐなるくらいですね。前は別のところでお店出したりとか、はい、何かやっておりました？それとも、お店始める前はですね、うんうんうん、沖縄の物産を扱っている会社に勤めてまして、そこで、はい、10年近くぐらいいまして、工芸品の方の担当でしたので、そうでした。はい、それでいろんな工房さんとかと、うんうん、知り合いになりまして、ネットワークがあったわけですね。はい、そういうのもありまして、で、自分でやりたいなと思って、うんうんうん、退職してそれからお店を始めてという感じですね。なんで場所を選んだの？そうですね、はい、場所を最初探して、うん、あちこちうろうろしてたんですけれども、その、近くの方ですね、ウリズン通りっていうところがありますけれども、はいはいね、そちらの方にいる知り合いの人がですね、はい、うん、ちょうどここ の場所が開くわよと教えていただきまして、それでちょっと見に行って、で最初はちょっと迷ったんですけれども、うん、でもすごく通りもちょっと静かなというか雰囲気のある場所なので、はい、これここでやったらちょっと面白いかなと思って決めてですね、はい、それでやりましたね。その人もその前の仕事の時の付き合いのずっとある方だったので、その方の紹介でいただいたので、これも縁かなと思って、それでママ違うの中でお店を始めようと思いました。そうですか、結構、ちょっと雰囲気のある通りなので、でも思ってました、なぜ、一番広いし、なぜここ選んだのは、ちょっと謎々だったんですけれどもはい、でどういうお客層が多いんですか？いいですね、うん、そうですね、意外にどういった方がいいのかわからないんですけども、うん、意外に観光客の方が入ってきてまして、うちのお店の方だと大体まあ7割くらいは多分、はい、県外の方とかが多いのかなと思います。はい、それは自分も もうちょっと実は県外の方が多いのかなと思ったんですけど、うんうんうん、自分的には意外に地元の方も来ていただいたりしておりまして、はい、結構浦添だったりとか、宜野湾とかそういったところから、久しぶりに市場の方遊びに来てみたわっていう方が、覗いていただいて、それで何回も来ていただいたりとか、そういったこともありますので、自分的には意外と地元の人多いなっていうような感じですね。はい、結構ね面白いですね。はい、これは例えばもうたくさん作品預かってるんですけれども、そういう消費者の傾向というか、どういうものが一番売れてるのがあります？
そうですね、うちの方だと今だとまあアクセサリーとか小物とかが多いんでは、うんうんうん、多いではありますね。あとまああの、まあ、昔といいますか自分が前に勤めてた時とかは割とあの家族向けとかお土産にという方が多かったと思うんですけど、今は結構自分で使うからということで、まあ、食器ですね、あのお皿とかコップとかそういったものをあの買っていく方が多いですね。そうですか、はい。多分これはね石原さんセレクトで結構ブルー系が多いんですよね、うん、あそうですね、やっぱりまあ沖縄のあのまあなんですかね、あのまあ、焼き物の伝統的によく使われている色がブルー系と、あとまあ緑色、茶色、この3種類のものが多いんですけれども、まあ、ブルーの色が好きなのと、まあ、やっぱり爽やかな感じもするので、ブルーの方をあの多めに選んでいますね。今実際に、お店でも石原さんは物を作られているんですよね。はい、そうです。お店の中であの、まあ、座ってお店の中で作ってるんですか、はい、座って作りながらお客さんを、はい対応したりとか待ってたり、はい、しております。基本お一人で、あもう、はい、一人でやっております。そうですか、じゃ大変ですね。まあそれなりに楽しくやっております、はい、やっております。その作るものは別に釜に入れたり焼いたりするものではないってことなんですか？焼きます。ただお店の中にはちょっと電気、まあ、釜は置けないので、はい、すごくあのやっぱり 1200〜1300度ぐらいで焼く、本当にあの器とか作るようなあのものなので、はい、あの お店の中でちょっと焼いてしまうと、もう暑さとか、はい、あと匂いとかも結構出ちゃうので、あの、まあ、一度あの家に持ち帰ってお店で作って、あの絵付けというかまではして家に持って帰って焼いて、でまた持ってくるっていう。家に釜があるってことなんですか？まあ、そんなに大きいものではないんですけれども、あの自宅であの、まあ、焼成というか焼いております。はい。自己紹介の時にはおっしゃったんですけれども、前、まあ、こういう、会社に長らく、お勤めして、それからの流れで自分の店を、構えようと思ったんですけれども、もともと陶芸家でした？いえ、もう全くそういったのは、あの正直と言いますか、はい、あのその前の会社に入った時も全然こういう工芸品とかの知識は全くなくてですね、うんうんうん、あのお土産屋さんをあの勤めたかったんですね。ほう。ではあのその前に例えば県外とかにこの遊びにというか行ってた時に、うんうん、こう、まあ、大きいあの何ですかね、あのこう観光の行くところとかがあったりして、はいはい、買い物した時に裏で見て、あのメイドインジャパンじゃないものとかが書かれてるんですよね。はい、ちょっとそれでなんかなと思ったりしたのが、もう昔から、うん、あの時々、まあ、しょっちゅうではないですけどたまに思うことがあって、それをこの、まあ、仕事を探している時に思い出しまして、で沖縄も観光の方すごく多いじゃないですか、はい、でも沖縄のものじゃないものを買っていってしまうと、ちょっとそれはあの残念じゃないかなと思って、はい、あの沖縄の人間からしてもあのちょっともったいないと思いますし、まあ、買ってた後後で気がついて、あこれ違うんだって思われてもちょっとなんだかなと思ったので、ね、あの沖縄のものを扱うあのそのお土産のところに勤めたかったんですね、はい、それでまあその前いた会社の方に勤めまして、まあ、そしたらそこがですね、まあ、普通の自分はあのキーホルダーとかみたいなお土産と思ってたんですけど、はい、こういうあの工芸品を扱うところで、はい、あのその時もあの勤めてた時には最初の頃にですね、あの石原君ここはあのお土産じゃなくてあの工芸品のところだから沖縄の物産を扱っている会社だからねっていうふうに言われて、あそっかと思って、でもそれは本当に自分の中では、うんうん、あの本当に求めてたものだったと思ったので、はい、それであのいろんな工房さんとかあのそういったところを回って、あのそれで、まあまあ、工芸ですね、焼き物であったりとか、はい、琉球ガラスとかそういったところを、うんうん、まあ、改めて学んで、そういったものをあのいろんな人に紹介していきたいなと思いまして。そうでしたか。そうですね、やっぱりすごく素敵な思いがありましたのね。あの、はい、石原さんの話もっと聞きたいんで、ここで一曲挟もうかななんて思っておりますが、また後半たっぷりお願いします、はい。アメリカンフィーリングサーカスですね、よろしくお願いします。那覇町宝箱、引き続きアメリアさんと一緒にレキアンカラードの石原さんの話をお伺いします。素敵ですね、石原さん。それぐらい沖縄のこと大好きで、沖縄思いですね。あ、そうですね、ありがとうございます。石原さんどちらの方だったっけ？一番の生まれはあの中城になりますね、うん、
中城村です、はい、どっかの離島かなと勝手に思ったりして、はいはい、じゃあ結局そういう、開拓精神っていうかな、その開拓して今のお店にたどり着いたんですけれども、先ほどまあかなり県内のお客さんも多いんですけれども県外も多いという話だったので、はい、その観光客のリピーターっていうのが、そうですね、結構年に何回も沖縄に来られる方とか、お店をやってると初めて気がついたんですけども、本当にそういった方もよくいらっしゃっててですね、はい、あとうちの方のお店でもよく来ていただいている方がいらっしゃってですね、その方が猫が好きということで、実はうち自分でですね焼き物で猫の小物置物とかを作っているんですけれども、その最初にそれを見かけて、はい、買っていただいたみたいでですね、はい、で翌年といいますかその来た時に、はい、実は私去年もここに来て猫のもの買ったのよと言ってくれたお客様がいまして、それで実はその時はですね自分ではその釜を持っていなかったので、はい、よそのといいますかお借りして作ってたんですけれど、その方が結構年に何回も来ていただいて、よく買い物もしてくださったので、はい、これなら自分で釜を持っても大丈夫かもしれないと後押ししてくれたお客さんですね、本当にその方のおかげで、猫とその方のおかげで今こうやっていろいろと作るようになっているので、猫のグッズはどんなサイズの、はい、どんなものが多いんですか。よく作っているのはですね、もう本当に手のひらに乗るぐらいのもう3センチ4センチくらいの小さいもので、はい、まあ、箸置きだったりとか、なるほどね、はい、あとまあちょっと背中の方にちょっと穴を開けてお香を立て、アロマのお香が立てられるようなものを作っておりまして、はいはい、これも猫はですね、はい、沖縄猫多いじゃないですか。そうですね、市場の周辺にもすごく猫多いので、みんなで可愛がっているんですよね。そうですね、はい、それで、名前をマキシネコと名付けまして、那覇生まれ、マキシ生まれのマキシネコということで作っています。で普通の置物のものだったり、はい、招き猫になっている、バージョンだったりとかですね、招き猫のものは森塩が作れるように作ってたりとか、いろいろと工夫、これも近くのお店の方のアイデアで、森塩お店の前にね、お客様を呼ぶこの縁起物ということで作っていらっしゃる方がいて、はい、でお塩をこう作るこのカップを、はい、作ってくれないかしらと頼まれまして、それでちょっと作り始めてですね、そうですか、で表にこう猫を飾って、はい、人を招く招き猫で、塩を人を招く盛り塩と、ちなみに魔除けの塩もあるので、盛り塩もあるので、そうですね、それはシーサーで、はい、シーサーのバージョンもありまして、なるほどね、はい、魔除けの方はシーサー で、うん、で招く方は猫でということで作っております。じゃあ結構オーダーメイド、あ、そうですね、リクエストがあって、ね、リクエストもあって、もし何かありましたらちょっと頑張りますので、ね、はい、よろしく。じゃあ例えば海外ではよくね、ソベニーって言って、ちっちゃい何か、例えば結婚式の後の引き出物みたいな感じでお渡しするんですけれども、それもお願いしたら作ってくださるんですか。そうですね、ただちょっと焼き物なので、その制作にすぐその場でというわけにはいかないので、うんうん、ちょっとお時間いただければ作ることはできるかなと思います、うんうん、でもこのマキシネコはすっごく可愛いんです。あ、アミさん見たことあるんですね。はい、丸くて可愛いんですよ。まん丸に、まん丸、おまんじゅうに耳が生えたみたいな形の、本当に人気でそうだな、はい、また後で、皆さんフェイスブックなり、ホームページなり写真が載ってますので、本当にお店に来ていただきたいんですけれどもね、そのお店に来たら石原さんとこんないろんな面白い話は聞けますので、ぜひぜひ。そうですよね、石原さんしかいないですからね、はいはい、遊びに来ていただきたいんですね。今日何か一押し商品、今の招き、ね、猫じゃない一押し商品がさらにあるとも聞いてるんですけど、はい、ですね、招き猫もそうですけど、うちシーサーも、はい、ミニサイズと言います、はい、手乗りのサイズのものを作っておりまして、今ちょっとこちら持ってきているんですけども、見えるかな、見えてます、はい、見えますね、はい、これリスナーへのプレゼントですね、はい、そうなんですね、はい、虚勢的に、はい、ではないですけれどもこれ石原さんが、はい、これも手作りのお店で作っている、はい、やっぱり青なんですね、はい、青がすごく綺麗な色なので、はい、ちなみにこれは後ろにこうカードが出せる機能もついておりますので、はい、いらっしゃいませみたいな、はい、こともできますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います、はい、これが
プレゼントしていただける。そうですね、そうですね、今回この一対ですね、はい、プレゼントにさせていただきますので、はい、どうぞ見てください、はいはい、那覇町ファンクラブを聞きましたっていう方に差し上げてください。そうですね、お店、この番組のタイトルを言っていただいた方に、はい、1名様ですね、先着1名なりますけども、はい、楽しみですね、ぜひ皆さん行ってください。すっごく素敵ですね、うん、ありがとうございます、はい、もう別れの時間ですか。そうですね、わ早いですね、うん、はい、もっともっとね、いろんなお話、石原さんの思いを聞きたかったんですけれども、ね、うん、今日は、お別れの時間となりましたので、本当に今日よろし、ありがとうございました、はいはい、もう一度場所を、そうですね、お店の場所を、はい、平和通りのですね、ちょっと奥の方になります、八軒通りといいます、国際通りから行くと桜坂に行くちょっと手前側ですね、はい、巻屋帽子屋さんという帽子屋さんがあります、はい、その角を、曲がったところにありますので。八軒通りは本当に八軒なんですか。実は今は11、2軒ぐらい並んでいるんですけども、昔ですね、昭和50年、1950年代ぐらいまでですね、その頃は食堂が8軒あったそうなんですよ。なるほどね。それでもともと8軒食堂通りだったのが、まあ、食堂なくなって、今は名前の8軒だけ残って8軒通りになっています。ちなみに営業時間は、はい、午前中11時からですね、夜はだいたい7時から8時ぐらいまで、はい、だいたい空いております。お休みは、お休みは特に一人でやってますので、ほぼ不定休で、はい、毎日基本的には営業しています。はは、ただ、まあ、どうしても仕入れとかで、ですよね、外出している時がありますので、まあ、それでも、昼過ぎぐらいからは営業しておりますので、まあ、土日もですね、まあ、ずっと営業してますので、お時間ありましたらぜひ、はい、ありがとうございます、はい。本日のゲストは、レキアンカラードの石原翔一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。では阿部さん、告知をしましょうか。そうですね、はい、まず、那覇町ファンクラブの会員を募集しております、はい、町は大好きな方、町はのことをもっと知りたい方、どなたでも登録できます、はい、入会は無料です。無料ですね。お申し込みは、ウェブページにて那覇町ファンクラブで検索していただくと、そのページに飛びますので、ぜひぜひよろしくお願いします。町をみんなで盛り上がりましょう。で、あと那覇町ファンクラブでも、皆さんの質問やご要望をお待ちしております、はい、何でもいいんです。聞きたいこと、調べてほしいもの、何でも、構いませんので、ぜひ、こっち FM 那覇、または、ファンクラブのホームページかFacebook にて、受けたまわります。受けたまわります。よろしくお願いいたします。はい、では曲が入ります。尾崎亜美さんのマイピュアレディ。町がグッドニュース。はい、このコーナー、町がグッドニュースは、町側のとびっきりいいニュースを厳選してお届けします。はい、すみません、書いてしかんでしまいました。今日の素敵なニュースは、さてどんなニュースでしょうか。はい、今日はとびっきりな企画と一緒に素敵なゲストにお越しいただいております。今日のゲストは、お経通り会の理事の森本光平さん、純駆動店長でもありますね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でもう一人、話し家の南帝国体さん、よろしくお願いします。はい、最後水曜中がなびら南帝国体な遠い便、よろしくお願いします。素敵なお着物というか衣装もかっこいいですね。稽古着ですこれ。稽古着なんですね。浴衣ってただの浴衣でございます。はい、よろしくお願いします。森本さん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日なんか、はい、素敵な企画というか面白いイベントが近々あると聞いたんですけれども、はい、お経通りの方でね、はい、落語の、お祭りをちょっとやろうと。落語のお祭り。はい、なかなかね、沖縄の方ではこう落語のお祭りであるとかイベントであるとか、はい、あまりこうね身近ではない部分があって、ないですよね、で僕なんか関西にいたんでね、はい、関西ではやはりこう毎日、上方落語の発祥なんでね、うん、はい、毎日聞ける落語小屋があったりだとか、はい、数々の年間通してね落語のイベントがよくあるの で、 そうですよ、ね、はい、もう大体生の落語を、一度は関西の人は聞くことはあるのかな、うん、というような感じではあったんですよね、うん、沖縄に来るとなかなかね、
出会わないですよね。そうなんですよ。で落語家の方はね、北山亭メッソーレさんとかね、藤木隼人さんなんかもね、はい、落語されたりするんですよね、せっかくおられるんでね、うん、もうなんとかね、沖縄でね、皆さんが生の落語を聞ける機会をね、はい、作りたいなというのがもう、うんうん、まず今回の趣旨ですね。なるほど、はい、これ大きなホールでドンと呼ぼうではないんですよね。そうなんですよ、はい、まあ、あのこれね1週間今回ね期間設けてます、はい、1週間必ず沖縄通りどっかでそうなんですよ。この期間に沖縄通り来てもらったら、落語がね、無料で、連日開催してるので、どこかで、落語で、ね、触れ合ってもらいたいなというところですよね、はいはい、例えば会場ってどんなところなんですか。会場がね、はい、これまたね面白いんですけど、面白い、まあ、もちろんここのね FM 那覇さん、 FM 那覇、はい、今ね、FM 那覇さんにも、はい、2日間あります、スタジオで、はい、で、私が勤務してます純駆動書店ですね、純駆動さんですね、純駆動さんは地下、そうですね、地下のイベントのコーナーで、はい、純駆動に関しては、6日間、はい、1週間のうち6日間行われます。ほぼ毎日、はい、うん、それとあと居酒屋さんでね自慢屋さんというのがあるんですが、はい、自慢屋さんとあとはタンパラ屋さんっていうのがあるんですね。なるほど、はい、で飲食店、そうなんですよ、はい、で、あとはね沖縄銀行の牧師支店でも行っちゃいます。銀行でやっちゃう、はい、しかも営業中に営業中に、ね、はい、はい、これってこれないんじゃないですかね今まで営業中お金を数えてる前で落語が繰り広げられるっていう窓口のすぐ横でやります間違えちゃったりして経理の今何時で何度かそうなんだよね、時そばっぽい感じで危ないかもしれないですね、素敵なイベントですね、はい、もうあとはねあと2つあります、はい、ドコモショップですね、携帯電話の、携帯電話の、はい、このドコモショップも営業時間中に普通に営業中に、はい、行いますね、はい、ドコモでショップの店長さん結構落語を楽しみにされてるみたいでね、はい、はい、多分仕事そっちの上で聞かれてるんじゃないかなとあとは今度ね24日オープンする、ブラッサム那覇というホテルですね、 JR 九州ホテルさんですね、はい、はい、ここでも、行うことが決定しましたんで、ここだけは有料なんでしたっけ。いやここも無料です。ここでも無料、全て無料です。これは見に行きたいですね、そこはね、 そうですね、そこも、はい、でこれいろんなね会場があるんですが、はい、もう当然大小あるので、なるほど、ね、大きなスペースもあれば純駆動はオープンスペースで、はい、もういろんな人が行き交うところの中で落語が繰り広げられたりとか、あとこのタンパラ屋さんっていうところがね、はい、ものすごい小さい、狭いですね、ここは、はい、カウンターが、5、6席あって奥にちょっと座席が、1席あるんですが、はい、この狭い空間の中でまた落語を、ね、なるほど、ここはまたね、皆さんにこういろんな会場でねまた落語を楽しんでいただく、はい、距離が近いところもあれば、ブラッサムさんは結構大きな、はい、ホテルはね大きな会場なんで、まあ、こういう楽しみ方もあるのかなというところです ね、 ですね、これ、はい、無料で飲食店は何かオーダーするんですよね、はい、飲食店はもちろんねちょっとワンオーダーはしていただきたいな、はいはい、何か食べ飲み食べしながら聞いていいんですよ ね、 うすね、はい、もうワンドリンクは、うん、ちょっと注文していただきたいなということでね、はい、では、南帝国体さん、はい、うち、基本うちこの間、ホームページを見た、ホームページじゃないな、紹介しているところを見たら内縄口で落語されてたんですけれども、はい、そんなのも得意なんですよね、はい、まあ、基本は江戸落語をやってますけども、はい、まあ、内縄口新落語支部さんやんでもて、内縄口でも挑戦してるというところですね。なるほど、はい、これ、基本は江戸落語ですから、はい、その落語を内縄口に方言変えて自分で変えるとか、ね、今まあ何本か内縄口のネタもありますけども、はい、大体多くはすでにある古典落語を、はい、沖縄の言葉に変換する。ただ標準語をそのまま内縄口にどうしてもできない言葉がいっぱいあるんで、はい、なるほどね、こうその中でこの設定も変えなきゃいけなかったりっていうことは出てきますけど、はい、まあ、基本は古典落語をそのまま、うん、内縄口にということで、これ、コッタイさんの他の人が挙げたのでは狭いくも字のちょっと 6,7 人ぐらいの聞いてるような、はいはい、お店でもされてたんですけれども、はいはい、いろんなところでされてるんですか。まあ、そうです、毎月定期的にやってるところが今3カ所あって、はい、大体みんな飲食店なんですけどもね、純粋に落語だけ
聞いてもらえるというところがまだなくて、ね、みんな飲み食いしながら、聞いていただいてるというところでございますけど、今回の銀行での体験なんかは初めてですよね、はい、もちろん初めてこんなところでやることになるとは夢にも思ってませんでしたけども、小谷さんも出ていただけるんですよね。あの、はい、あのこれがで、あの今回落語祭りの第1回目なんで、ね、初日の頭ですよね、初日の頭なんで、ね、はい、3人出ます。26日、はい、26日の1時、午後1時マキシ支店でされるね、はい、私と仲間のお気楽亭観光と、はい、それから東京から来てくれる社会人落語家、はい、スパゲッティバジルという、はい、女性の方でございます。女性の方なんですね、はい、ぜひ 3席お楽しみいただきたい、ね、はい、じゃあここでちょっとリスナーの方から質問というか、はい、そうですね、フェイスブックに、はい、はい、質問が届いておりました、はい、ラジオネーム落花生でお願いします。落花生さん、はい、沖江通りで落語のイベントがあるって聞いたんですが、東京の寄席みたいな場所ってなんか沖縄であるんですか、どこで今回やるんですかという質問でした。寄席みたいとかはもちろんないですよ ね、 ないから、ね、今回こうしようなんて話なんですよ ね、 ですね、でもう一個質問が続いて、それとね、テレビでは、落花生さん、落語を見たことがあるんですけれども、生で落語を見るときに、うん、っていうか聞くときなんですかね、うんうんうん、で何か注意事項みたいなのがあるでしょうか、初心者、はい、簡単なことです、はい、まず、隣の人とおしゃべりをしない、はい、携帯電話をマナーモードにする、なるほど、はい、面白かったら笑ってもらうちょっと多めに笑う、沖縄のお客さん、何が面白いか、隣の人と今あれがこうなったからって相談しながら見てくださるお客さんいるんですけども、まあ落語っていうのはよく、手話吹き一つでも世界が変わってしまう、くしゃみ一つでも変わってしまうって言われてる、まあデリケートな部分もありますので、できるだけお話の途中は静かに聞いて、もちろんおかしいところは笑っていただいて結構なんですけども、時々電話がかかってくることもあるんですね、話の途中に、ね、で切ればいいんだけど出るお客さんがいるんですはい、もしもし、今大丈夫大丈夫、大丈夫じゃないんです、ね、落語見てる今なんて話をするお客さんがいます、それだけやめていただければですね、あとまあ、どうしてもつまんないときはもう寝ちゃって構わないんで ね、 逆にね、逆に、簡単なことでございます、それだけ守っていただければ、楽しんでいただけるかなと思います、はい、ありがとうございます、多めに笑ってくださいと、はいはい、ありがとうございました。もう一つ来てますね、ラジオネーム家島達中さん、はい、日曜日落語あるんですね、行きたいと思ってるんですが、はい、ありがとうございます、よく国際通り車が通れない歩行者天国してますね、沖江通りに行くにはどうやって来れば、あるいは駐車すればいいんですかという質問でした。なるほど、これはちょっと私の方で引き受けますが、トランジットモールのことですよね、歩行者天国っていうのはね、バスは通っているってやつなんですけど、あれは国際通りでされてるけど、沖江通りはしてないですよね。沖江通りは全然普通のままですから、はい、普通に来ていただいて、ね、駐車場もたくさんありますよね。そうですね、はい、川沿いの方からは入ってこれるわけですよね、はい、川沿いの方からは入ってこれますね、はいはい、なるほどね、はい、であともちろんユイレールなんかで来てもらってもいいってことですね。ユイレールはもうね、三重橋降りたらすぐがもう沖江通りなんで、うん、はい、そうですね、駐車場はね、純駆動の向かいにね、はい、緑立体駐車場があります、はいはい、ここを止めていただいたら、はい、余裕があるで、純駆動やあるいはダイソーも入ってるんですけどね、はい、何でも買っていただいたら1時間無料になる、ね、買い物すると1時間無料って美味しいですね、はいはい、じゃあ落語をお聞きいただいて、楽しんだ後は純駆動でお買い物して無料で止めて帰る。そうですね、はい、いいですね。さっき日程言ってないですよね、まだね。日程、そう。これ全部言うと10分ぐらいかかりそう。何日から何日っていうのだけでも行きましょうかね。はい、そうですね、6月の、ね、26日の月曜日から1週間ですね。はい、1月2日の日曜日まで。はい、7月2日までですね。はい、全13講座ありますね。へー、でね、落語家の方と漫才の方もおられたりするんですが、はい、まあ、全部で17名、ご登場していただくんでね、もうぜひどこかの会場で寄席を楽しんでいただきたいかなと思いますね。実はこの今日お話聞くというんで周りに聞いてみたんですけど、はいはいはい、とある女性
大人の女性なんですけども、はい、落語全く聞いたことがないと、で意味が分かんないっていうか、はいはいはい、座ってただ面白いこと喋ってるだけなんでしょ、あの、うん、話がある、古典の話があるってこと自体を知らなくてですね、うん、座って漫談してると思ってた人がいたんです。落語と漫才の区別がつかない人がまだ沖縄にいっぱいいました、ね、まあ、一番大きな違いは落語にはストーリーがある、はい、ということが一番の大きな違いですよね。のストーリーをお客さんの想像力で感じてもらうのが落語、はい、だからお客さんと話し家の共同作業というのが落語ということです、はい、漫才はあのお客さんの方はぼーっとしててもあっちでも勝手に笑わせてくれるというのが漫才、はい、じゃあ落語の方はちょっと頭使わなきゃならないと、まあ、そうですね、うん、一生協力しなきゃならないと、ね、結構疲れるかもしれない一緒にあの頑張りましょうというのが落語でございますね。あの、専門用語って言ったら失礼なんですけど、はい、本当の素人さんに言うとこの落ちとかいうことをよく聞くじゃないですか、はい、落ちってのは何でしたっけ。これ落ちというのはですね、まあ、あの人によっては落語っていうのは落ちに向かっていくもんだっていう人もいますけども、はい、僕の考えですけども、はい、これはあの落ちというのは、まあ、話に区切りをつけるための、まあ、きっかけであって、ちょうど話をこうまとめるために無理やりこじつけたオチもあるし、ただそのオチをから発想してできてきた話ももちろんあるし、いろんなオチがあるんですけども、話によってそのオチの意味合いっていうか、重要性っていうのも全然変わってきます、はい、で話し家さんに小道具みたいのがありますよね。小道具は何個かでいろんなことを表現するとかいうので、はい、落語家の持ってる道具というのは基本この2つ、今2つしかないんですね。右手に持ってるのが扇子、はい、はい、左手に持ってるのが、手ぬぐ い、はい、もうこれだけでございますね、はいはい、手ぬぐ、この扇子がお箸にもなるし、はい、手紙にもなるし、はい、刀にもなるし、何にでもなっちゃう、ね、この手ぬぐいもあの財布になったり、タバコ入れになったり、はい、封筒にもなったり、はい、携帯電話にもなったり、携帯電話にもなるとこの2つを組み合わせたりなんかして、こうやってその中から手紙が出てくるみたいなことも、これでとっくりにもなったりなんか、こうやってやるととっくりにもなると、どんな何でもこの2つだけで表現するということになってますね。これ落語っていうのは基本登場人物は2人で掛け合ったりするのが多いですか。そんなこともない。そんなことない。うん、もう複数何人も出てくる話もあります。はい、もう女性が出てくる、年寄りが出てくる、若い子供も出てくる。なるほどね。全部一人でそれを表現する。大変ですよね。大変です。どんな風に稽古をされてるんですか、コッタイさん。僕はまあ、もうイメージトレーニングをばーとにかくやって。どなたか師匠がいらっしゃるんでしたか。僕はですね、あの実は沖楽亭八甲師匠の弟子だった。だったんですね、だった3年間、はい、破門されましてそうなんです , 笑っていいところなのか悪いところなんで、森本さんの顔が引きつってますこれはあの笑っていただいて結構大丈夫です。若干事情を知ってる、はい、あ、なるほど、で3年間あの八甲師匠に落語の基礎をみっちり教えていただいて、はい、今はまあ独学で勝手にやってるという感じで。それまでは素人さんだったんですか。そんなこともないんですか。まあ、下地は多少この演劇をやってたので。なるほどね。そういう下地は多少ありましたけど、でも演劇とね、あの落語っていうのはまた全然違いまして、演劇やってるが上に落語がやりづらいっていうのもあるんで、かえってためになったかどうかは分からないですなるほど、楽しみです ね、この第1回沖江通り、はい、ウマンチュ落語祭り、ね、タイトル言ってないんですよね、はい、たくさんの人たちにこうやっぱりね、沖縄でも落語が楽しめますよということ で、森本店長、第1回ってことは第2回、はい、第3回と、ね、そうですね、続いていくと、この先20年30年を、ね、続いていければと思います。沖縄落語といえば沖縄沖江通りっていうぐらいになるまでやりましょうね。そうですね、コッタイさんにもたくさんの弟子が、はい、その頃にはね、できるようになるかもしれません。で、はい、たくさんこれね、あの出る方も結構いらっしゃるんですね、はい、そうなんですよ。上方の方からね、桂金太郎さんと桂広場さんも、はい、桂金太郎さんは桂金獅師匠のお弟子さん、はい、広場さんが桂雑魚場師匠の有名な
方のお弟子さんでございます。すごいね。ね、総勢まあ15、6人もっと出るかもしれませんね。そうですね。あの先ほどお話に出ました八甲師匠も一日大喜利の司会として大喜利あるんですね。最終日で大喜利もやる企画してるんで。楽しみだね。楽しみですね。本当に楽しみ。詳しいのはフェイスブックで載せますね。あの、はい、この番組のホーム、フェイスブックでも載せますし、沖江通り会のフェイスブックにも載ると思いますんで、皆さんご覧ください。ちなみにウマンチュっていうのは、はい、ここの人、つまり土地の人、はい、いわゆる土地っ子みたいな意味になるのかな。そうなんですよ、まあ、実はこのタイトルはね、石原さんが名付けたじいちゃんが名付けたんですか。そうです、はい、つい先月までね、うちな落語祭りというタイトルやったんですけど、はい、これではちょっとダメだと、はい、かなりいろんなところで異論が出て、はい、意味あるとうまんちゅいいですね、大勢の方に ね、地元の人ももっと広い、たくさんにいろんな人もってことかもしれませんね、はい、では今日はお二人、森本店長と南亭こったいさんにお越しいただきました、はい、ぜひ落語イベント楽しみにしていただきたいと思います、はい、お待ちしてます、いらしてください、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、では曲が入ります。さらば恋人、坂井正明。あなたの夢を叶えるラジオ、ぴょん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 、はい、お疲れ様です。というかまた今日もあっという間に終わっちゃいましたね。そうですね、楽しいゲストがたくさん今日もいらしていただきました、はい、第3回が間もなく終わろうとしてますが、おはがきというかこのリスナーからのお便りがもう一件あったんですよね、はい、はい、ご紹介します。東京に住んでいるよっちゃんです、はい、7月に旅行で那覇に寄るんですが、ぜひぜひ。毎回前回ね、行った国際通りのお化け屋敷、面白かったです。あそこだな、きっと、はい、芸人さんたちが出てきて、はい、こわ面白いって感じでした。こわ面白い、はい、そこってまだやってるんでしょうか、耳寄り情報ですね、はい、きっと三越の後のハピナハさんのことですよね。ハピナハの中にある、ね、吉本さんがやってる、吉本興業がやっているお化け屋敷、はい、あそこ実は今月いっぱいなんですよね、はい、6月いっぱいにあの建物自体がクローズしちゃうって聞いています。なので、よっちゃんさん、そこをどうしても見たいなら今月中に来ていただきたいなと7月って言ってる、ね、もう決まってんですよ、前倒しって早く来てよって感じですからね、よろしくお願いしたいと思います、はい、でそういうような、きっとこのよっちゃんさんは生では放送聞けてないと思うんで、 YouTube で見たと思うんですよね。こんな、ね、全国からのお便りというか、そんなのもぜひ募集したいですよね。そうですね、はい、はい、そういった県外の皆さん、はい、からのですね、那覇の情報、はい、あるいは こちらの地元の商店街、はい、イベントなんかもたくさんやっていますので、はい、そういった情報も、お問い合わせに、お受けいたします。ぜひぜひ、YouTube の方にも載っていますが、はい、ですね、この辺の下に載ってるんですよね、@fmnaha.jp、はい、こちらまでお便りお寄せください、はい、780@fmnaha.jp、 はい、ぜひお便りお待ちしております。あ、この曲が流れてきました、はい、そろそろですね。じいちゃんは公設市場近くの鰹節屋さん、仲良しでしたよね。そうです、ね、あそこも人にぎわってますよ ね、 そうですね、観光客の人も多いんですけど、この間ちょっと聞いたら、沖縄の鰹節の作り方って日本というか全国他のところと違うって聞いたことあります？知らない、ね、違うって言うんですよ。使ってるけど、ね、知らない。この製造工程が違うっていう話をぜひ、鰹節屋さん、いいですね、聞きたいですよ ね、 ね、今度呼んできてください。語ってもらいましょう、ね、よろしくお願いします。それではお別れのお時間です、はい、モノレールに乗ったら三重橋で降りて沖江通りがあります。そこに FM 那覇のスタジオがありますので、ぜひ見学に来てください。見学の帰りには町側で買い物をしていってください、ぜひ皆さんのお越しをお待ちしております。町側魅力再発見、那覇町ファンクラブ、この番組は那覇町ぐわ連携プロジェクトの提供でお送りいたしました。ではまた来週、はい、ありがとうございました。カブトムシの角が生えてきたのさ。
時のあの人もいつも通ったこの道、できることなら